スイスリーは、スイス中立費に本拠を置き、再保険や元受け保険による保険サービスの提供を行う多国籍企業。スイス証券取引所上場企業。1861年5月に発生したグラールスの大火災により、多数の市民が住居を失った際、再大規模な災害に備える保険商品の必要性が認識され、クレディスイス、UBS、 ヘルベイシャインシュアランスの出資により、1863年12月、チューリッヒでスイス再保険会社が設立された。翌1864年、ヨーロッパ諸国の保険会社に会場、火災再保険の提供を開始、1865年に生命再保険の1881年に自己再保険の提供を開始した。1910年に、 アメリカ合衆国指定を開設、翌1911年にラテンアメリカに進出した。設立初期はスイス国内の火災再保険が中心であったが、第一次世界大戦の勃発時、投資の中心はすでにイギリスとアメリカ合衆国に移っており、1916年、ロンドンを本拠とするマーガンタイルゼネラル保険会社の株式の過半数を買収し、 イギリス事業を強化、後にプルーデンシャルに売却することもあったものの1996年に同社を再度買収している。1923年、航空再保険の提供を開始、またニューヨークにアメリカの生命再保険事業を専門に取り扱う、子会社のノースアメリカン・リアシャーレンス・カンパニーを設立した。他方、戦艦機はドイツのバイエルン再保険会社を買収するなど、 ヨーロッパ大陸側でも積極的な契約拡大を図ったものの、ナチスドイツの台頭に伴い、ドイツ企業との密接な関係は一旦終わりを迎えた。第二次世界大戦中、スイス連邦議会は、スイスリーに連邦戦争保険のテクニカル面での管理権限を与え、他方、戦争中に発生した負債は210億スイスフランを超え、1枚件以上の請求が支払われた。 終戦後、東ヨーロッパ地域が共産党の支配下に入ると、スイスリーはこれらの地域での事業の大半を失ったものの、アジア地域及びオーストラリアへ投資が振り向けられ、1955年にメルボルンに、翌1956年には香港にグループ会社を設立、また再保険以外の保険事業にも投資を広げた。1964年の設立100周年では、 組織再編が行われ、世界75カ国の約1000社と再保険契約を締結していたが、1970年代以降も、日本やラテンアメリカ地域など、国際的な事業の拡大が目指され、1988年に、イタリアのロイドエイドリアティコを買収、また同年スイス3位の再保険会社ユニオンリオを買収した。イギリス本部の入居するロンドンの超高層ビル、 30セントメリーアクス、冷戦終了後の1992年、タリンに拠点を開設し、バルト地域に初進出。この時期に、競技の再保険企業の枠を超えた、リスクファイナンス企業への構造転換が模索され、1998年に、キャピタルパートナーズ部門を設立し、同部門は、ニューヨークとロンドンを拠点とする、スイスリーキャピタルマーケット証券。 スイスリキャピタルマーケッツリミテッドへと発展。1999年前半にドイツ語表記のシュバイザー・ルックは放棄され、スイス国内においてもスイスリが正式な故障となった。2000年にアメリカ・カリフォルニア州の再保険会社、アンダーライターズ・リグループ・インクを買収。2001年にフィラデルフィアを拠点とするリンカーン・ナショナル・コープの再保険部門を買収。 2005年11月、当時世界5位の再保険事業を持っていた、ゼネラルエレクトリックの保険部門を買収した。2007年8月、バークレイズの生命保険部門を買収したが、世界金融危機の発生に伴う打撃により、一時的に再保険への事業集中化を図った。2011年5月から翌年にかけて、組織再編を実施、持ち株会社のスイスリーの参加に、 再保険事業を取り扱うスイス再保険会社と元受け保険を取り扱うスイスリーコーポレートソリューションズなどの3つの子会社を置きスイスリーコーポレートソリューションズはルクセンブルクを拠点とするスイスリーインターナショナル SE などの子会社を保有する形態となった2013年12月設立150周年を迎えたスイスリーは新たな企業ロゴを発表 2014年6月、HSBC ホールディングスのイギリスにおける年金運用部門を買収した。スイスリーの事業地域は南北アメリカが約45%で最大の割合を占めており、事業としては再保険事業が約85%、元受け保険が約10%となっている。スイスリーは保険に関する研究部門として、 スイスリーインスティチュートを設立しており、その調査部門のシグマによるレポートがシグマ調査として毎年公表されている。日本におけるスイスリーの歴史は1913年、東京で火災の再保険契約を引き受けたことに始まり、1935年には東京海上火災保険との事業関係を開始した。1957年に千代田火災海上保険などと、 火災保険契約を締結、また、東亜火災会場再保険や、住友会場火災保険と再保険契約特約を締結した。1972年に最初の駐在院事務所を東京に開設し、1975年に日本で最初の生命保険の再保険協約を日本生命保険、三井生命保険と締結、日本における 外資再保険会社の採大手となり、取引の増加を受け、オフィスを大手町に移転した。1999年に、スイスリーサービス株式会社を設立2004年4月に、外資再保険会社として、初となる日本支店の免許を取得し、支店営業を開始、再保険事業は、スイス再保険会社の日本支店として営業が行われている。 2011年の本国における組織再編とともに、日本においても元受け保険を専門とする組織が立ち上げられ、スイスリーインターナショナル SE の日本支店が2011年4月に開設され、同社は2015年に大阪オフィスを開設、現在はスイス損害保険会社の故障で営業が行われている。同社は火災保険や賠償責任保険、工事保険、 取引信用保険などを扱っている。1997年、日本の地震を対象とする初めての保険リンク証券を東京海上火災保険とゴールドマンサックスと締結。2011年の東日本大震災の際は消極的な日本の保険会社に先行し、企業地震保険の発売を開始した。2013年9月、スイスリーは 世界の大都市が抱える地震、津波、洪水などの自然災害リスクをまとめた報告書、マインド・ザ・リスク、シティーズ・アンダースレッド・フロム・ナチュラル・ディザスターズを公表、同報告書では、東京、横浜が自然災害のリスクを最も抱える大都市と分析されている。ありがとうございます。